87年、うん、早稲田には医学部ができるはずだった。じゃあもともと所沢に医学部を作ろうと作るはずだ。やっぱり、ね、早稲田大学って年間に約1500億円の売り上げがあるんですよ。一方で慶応大学ちょっと調べてみました。慶応大学なんと年間の収益が、ね、そうだよ、始まりました、もじえチャンネルです。今回はですね、はい、早稲田一筋、はい、全国の皆さんこんにちは、早稲田合格塾代表の平です。森鉄チャンネル自称準レギュラーです、はい、そんな早稲田大好き、早稲田出身、早稲田のために生まれ、早稲田で金を稼ぐ、そんな、池崎みたいなことなんです森田先生ね、本当にね、困りますよ。今朝ね、連絡が来たんですよ。今日の企画のために撮りませんかって来て、そうそう、で僕がね、じゃあ明日のね3時とかどうですかって言ったら、したら夕方までに上げられないじゃないですか、そうそうそう、今夜にしましょうよみたいな、ね、そうなんか部活の1年みたいな扱いされてもだって早稲田大学ね、医学部できんじゃないのって前に話してたじゃないですか、もうね、フライデーが出しちゃったから、ね、出しとかなきゃ、はいはいはい、ってことで急遽、まあ、今日はね、もう僕がねフライデーの記者をね、天かける竜のひらめきで繰り返してやりますよ、平成十郎がなるほどね、はい、じゃあクズ流線で早稲田大学医学部、うん、本当にできるかどうか決まってないですね。そうそう、あのね、この記事はね、皆さんちょっと冷静に読んでいただきたいんですけど、まだ決まったわけじゃないんでね、気合は入ってるけどそこまず第一、あたかもできるのみたいな感じになってますけど、はい、まだ完全に決まったわけじゃないっていうことなんですよね。ただ、はい、まあこの記事を見る限りだと、はい、この記者すげえタート強えなと思ったのが、はい、どんだけすごいこと出すんだろうと思ったら、はい、ここにね、はい、2012年の段階ですでに茨城県議会で、はい、ね、そうそうそう、言い出した今、はい、あの総大学部誘致を求める決議案は可決されてるの、2012年に、はいはいはい、2012年にもう決まってることをあたかも皆さんついにできますよ、私初めて知りましたよみたいな感じで今出してるっていうだけのことで、はいはい、遅くねとか思ったりするんだけど、多分、まあ、この記者の気持ちを考えるに九州合併先がだいぶ絞られてきたから、そろそろ俺が出しとくかみたいな感じで記事出したんだろうなっていうふうに思いますかね。はい、短科医科大学九州、うん、筑波なの？筑波、そう、そこもねちょっと難しくって、まあ、短科医科大学を九州合併するってことだから、医系の大学および大学病院じゃないとダメなんですよ、うん、で、筑波ってあるから最初、は？筑波大学の医学部だけ九州合併するなんてできんのとか思ったけど、はい、無理に決まってて、やっぱりそういうことじゃないみたいなんですよ。この記事によると、東京医科大学だとか女子医科だとか、その辺を九州合併の可能性高いですよって書いてるんだけど、でも茨城県に作るのみたいな、うん、一昔前にね、慶応大学が共立薬科大学っていうところを九州合併したんですけど、はい、あの時は港区の建物そのまんま慶応大学にしてるんで、まあ、これは分かりやすいんですよ。東京医科大学の大学病院なんか新宿にありますからね、うん、ちょっとどうなんだろうねっていうのね、はい、田中なんとか先生、愛知先生ですね、愛知先生っていうのが言ってたと、はい、もうこの人はそもそも早稲田の総長に就任するときにもうすでにもう公言してるんですよ、ほうほう、うん、医学部作りたいよって何年ぐらいに言ってるんですかね、うん、2018年だったと思いますね、就任はね、その時にもう言ってて、だからまあ別に今更驚きでもないんですよね、うんうんうん、でこの田中愛先生って人はもう75年に早稲田政治経済学部卒業して、おいおい、その後まあなんかいろんなところの大学を転々として、確かに98年とかにまた戻ってきて、早稲田で教授やって、で2018年に大学総長になりました。おー、なるほど、ザ・早稲田叩き上げな感じのバンカラ気質な先生なんですよね、うん、そういう人だったわけですね。そしてやっぱりね、聞きたい人科のね、うん、話前にした時に、これはまあ皆さん少しまあ都市伝説的ぐらいな感じでちょっと楽しく聞いていただきたいんですけど、楽しく、早稲田の教授のまあ古参の連中は昔ね、やっぱ結構こういうことちらほら言ってる連中がいて、何言ってたかっていうと、そもそも30年前に87年、はい、早稲田には医学部ができるはずだったっていう話、ほう、うん、これはね、この記事にも載ってないんですけど、直前になって当時の厚生省からはしご外されちゃって、ほいほいほい、チューブラリンになりましたと。そんな時にふと近くの慶応さんを見てみると、なんか面白い学部を作ろうとしているぞ、なんかリベラルアーツみたいなこと言ってるぞみたいなことで、それでじゃあいろんなことを広く浅く学べるような学部っていうものも垣根なき学問っていいんじゃないかってとこで、人間科学部っていうのを急遽作って所沢という謎の場所に設置したと。じゃあもともと所沢に医学部を作ろうとして、作るはずない、やっぱりね、確かにね、筋は通ってるんですよ。なんでかっていうと、スポーツ科学部が広いとこじゃないできないのは分かるし、うん、医学部っていうのもそれなりに敷地面積いるんですよ、うん、そうですね、だから確かにあそこに作るのは筋が通ってるのと、あとね、もう一個言えるのは、
早稲田で他の学科って例えば理工だったら理工産学科ありますよね、うんうん、教育学部もまあ教育学部のまあ複数学科がいろいろありますよね、はい、で政治経済学部も産学科に分かれてるわけなんですけど、他の学部の学科っていうのはねそれなりにね筋が通ってるんですよ。例えば政治経済学部の産学科だったらやっぱりまあ政治経済っていうものから派生してるんですよね、うんうんうん、教育学部の複数学科いろいろあるけど、はい、全て教育学っていうものをまあいろんな科目に落とし込んでっていうことで筋が通ってるんですよ、はい、だけど人間科学部、環境、健康福祉、情報、はいはい、バラッバラなんですよね。確かになんかね、付け焼き場で作りましたってそれが続いてます感が確かにあるのと、例えば健康福祉っていうのものがあるっていうのは確かにちょっとね、なんか医学部を作ろうとしていた名残が感じられますよね。なんとね、SFC よりもちょっと先に作っちゃったんですよ。へぇ、あ、2年ぐらい早いんですよ、確か。人科の方が。医学もね、人間の科学。まあまあ、そういうことですよね。あ、ちなみに、勘違いしてる人多いんですけど、法学部。ね。だし、あと、小学部なんですよ。うんうん、あのね、人間科学部じゃないんですよ。ここちょっと気をつけてくださいね。はい、早稲田豆知識。社会科学部じゃないんですよ。うんうん、人間科学部。なるほど、社会科学部ですからね。へえ、そうなんですね、うん、社会だって部活じゃないんだからさ部って学部はどこって聞くじゃないですか、はい、なんかこう2人組のパーカー着てるやつらがよく、ああ分かって、はい、そう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 、はい、まあそんなこんなで結構な紆余曲折しながらいよいよ医学部ができるんじゃないのかっていうところがまああってですね、医学部ね運営するのって結構お金かかるんですよ。ですよね。うん、莫大なお金かかるんですけど、多分そこはね早稲田大学は問題ないんですよ。なんでかっていうと、大学がサイトで公表しているいわゆる収支表っていうのをちょっと見てきたんですよ、ざーっとですけどね。ですると早稲田大学って年間に約1500億円の売り上げがあるんですよ。まあちょっと今回話題に上がっている筑波大学なんかですと実質950億円と、まあ医学部があってもまあこういうことなんですよね。医学部がある筑波大よりも全然早稲田の方が儲かってるんですよね。なるほど、人気が全然違いますね。そういうことなんです。人数も違うしね、まあ、人数もやっぱ早稲田の方が、あ、それ全然もう桁違いですよ。だってもう10万人のマンモス大学ですからね。はあ、はい、筑波大学無駄にでかいですね。じゃあそういうことです。スペース田舎ですからね。めちゃめちゃ、まあね、バス乗って行ったりする、遠いみたいですね。なんかね、本当中までね。一方で慶応大学ちょっと調べてきました。オタクのね、はい、出身校。そしたらね、慶応大学なんと年間の収益がね2300億円なんですよ。どうだね。いや、これはねお見それしました。だってさ、人数全然慶応の方が少ない、うん、少ないんですよ。全然少ない。で、何が起きてんのと思ってちょっと軽く収支を見てみたら、ものすごい目立つところがあったんですよ。それが何かっていうと、そういうこと。医療収入だけで600億円から700億円あるんですよ。おー、これはね、まるまるこの差になってんじゃねえかっていうぐらいね、あるんですよね。やっぱ医学部って儲かるんですね。儲かるんですよ。だからやっぱこれは、まあ、総合大学としてもそうだし、大学の収益っていうものを上げるっていう意味でも、まあ是が非でも中愛治総長は作りたいでしょうね。そっか、医学部すごいんですね。大学すごいっていうことです。早稲田大学の大学病院ができるかもしれない。そういうことですよ。ほわー、うん、そんなになったらどんな力を持つんですかね、うん、ねえ、白い巨頭ですよ、ね、新たな白い巨頭が生まれる、うん、でも、ね、この辺は細井さんに聞くしかないから。そうですね、新参者の大学は弱いって言うから、うんうんうん、ありますけど、でも言うても早稲田ですからね。名前はすごい、うん、で今までコメント欄とかに早稲田大学医学部はみたいなボケがいっぱい来てましたけど、はいはいはい、ボケじゃなくなるんですね。ボケ潰し。実現的にはするでしょうね。あ、すると、やっぱね、ここまで諦めなかったらもう是が非でもするでしょう、ここまで来たら。だってもう茨城県自体はもう議会でもう決議されてますからね。はあ、なるほど、うん、そしたらもうあとは早稲田がどこを選ぶかっていうだけの話ですから。おお、なるほど、あのね、なんか北空港でしたっけ、東京北空港に変えようとかって言ってんでしたっけ何それ。え、茨城空港の名前をなんか東京北空港とかに変えるんですか。やめた方がいいと思うんですよねなんかほら島根県とかもさ、なんか出雲縁結び空港とか言ってるじゃないですか。あ、寒いわあ、ディスった。今のカットしますんで大丈夫ですよ。使おうわ。その裏、東京ドイツ村とかさ、うん、そういう、ね、東京ディズニーランドとか、ね、東京にないのにみたいな、うん、浦安なんだけど東京ディズニーランドみたいなね。もう言った。あ、言ったの言ってた。僕が言ったことにしといて全員。あ、じゃあまあ実現は可能。うん、実現はまあすると思いますね、ここまで、頑張ったら。もうそしたらだって医学部予備校たちも、頑張るでしょうね。
なるほど。いやこれは良かったじゃないですか、新たな情報で。まあフライデーのものとして信憑性は微妙、微妙、うん、というか知ってるし、あ知ってたし、ね、みたいな、知ってたし、それを今更、うん、今更っていう、ちょっとまだ早いんじゃないっていう記事にするのは、今回はその人間の都市伝説とかね、あと早稲田大学医学部できるのか、お金の話とかね、はい、結構いや盛りだくさんで良かったんじゃないですか、はい、使えるところが多かった。平さんにしては珍しい、準レギュラー仕事しましたよそうね、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。